じゃあよろしくお願いします。というか、明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。おいますい2022年最初の週刊ウンニュです。あ、岩井まさかです。よろしくお願いします。そして、お相手は、はい、えー、三好純一でございます。よろしくお願いします。三浦純じゃないですね。うん、<laughs> そして、えーと、この番組で,ではですねあの、動画の何つるくるか相談してそれを どんどん作っと、作っていこうというのをやっております。よろしくお願いします。じゃあ2022年ですね。2年。三好さん、ほ豊富でも言いますかはい。えー、っと、1年続くといいですね。<笑><笑>それはまあまあ、うん、無理のない範囲でじゃあ早速ですが、あ今日のお題提示に参りましょうか。はい。お願いします。 じゃあ今回のお題の説明をお願いします。はい、えっ、ー、と、例によって、あの、ひし形の動画なんですけど、はい、あ,のあの、ひし形せっけ、正高角あの,のこの、なんか分割すると、うん、こういうひし形の模様がきれかけてきれいだなっていうのがあるんですけど。うん、あそれれは、あれ そういうふうに埋まる正多角形とそうでないのがあるんでしたっけえっと基本は何でも大丈夫だと思うんですけどけけ正多角形ならね、えーうん、なんですけどえー、っとまああのここにちょうど正方形が並んでるようになるようなあ正多角形をどっか一つ持ってきましょうと、まあ、これは今十二角形かな。 な,なんですけど、えーと、その正方形と正方形がこう隣り合ってる正方形のなしてる角、うんこ、ここの角度を変え、えー、あそれは、かあんま変わらないのか。ここを使って、あのひし形がどんどんかけてるわけですね、<や>こうやってね、ひし形がどんどん。あ まずこの,この図の説明からそうな、はい、そうで、この正方形を変形させて、ひし形にしていくとどうなるかなっていうことですね。あまあ、えー、接続はそのままに。うんつな、つながり方そのままで。わ、まあ、かりますよね。そう,そうすると、はい、そうそう、この、まあ、一番上の正方形を上下につぶしましたってやると、こう、びょーんと広がって、こういう。 でかく、うん。大きい輪っかができます。で、この大きい輪っかもさっきみたいにこうひし形でつないでいくわけですね。ああそうするとど、どんな感じになるかなまあゼロか ?0 になれば、うん、まあ、正多角形そのものになるかな。そうですね。うんうん、で、えー、っと、今度逆にあの正方形をのこの縦に潰す感じ。縦に。えーに えー、縦長に潰していくとこうだんだん縮まってきて最後は多分あのー、こ米印というかうんは、うん、あんなあんな感じになると思います、ね。ああ、トゲ、トゲ <laughs> ウニウニというかあそうですね。うん。あ、じゃあそれを、あじゃあ新春一発はこれをはいやりますね、はい。うん。これ途中であのー 例えば、この内側のひし形の形になったり、外側のひし形の形になったりしたときは、元と同じ絵が描けると思うんですね。なんか,なんかこう、えー、まあ、できてるの楽しみですけど、えーあああ。あ、できたやつが、うん。実は,は、はまり合う。そうですね。はまり合うけど、まあまあね。いつでもはまり合うけど、 お釣りが <laughs>、お釣りが真ん中の辺いや外側で出るので、一番上の形には必ずしもならないってことですね。わかります。はいうん、じゃあ、これでやってみます。青いにはどうしときますか<ー>このでっかい方からちっちゃい方。あーあと、中から湧き出す感じにしましょうか。小さい方からでっかい方とかああ、じゃあ、思い出したというん、より多く回ってる感じ <laughs> はい、あ,ね、ありがとうございます。はい。ありがとうございます。で、まあ、じゃあ、これでご挨拶までしてお終わりにしちゃいましょうか。はい。じゃあ、また、あの、週刊誘にということでやってますけども、はい、えー、チャンネル登録よろしくねってことは、この辺に、あ、この辺、<ん>ここはどっち、えー、この辺かなこの辺に出ますね。はい。よろしくお願いします。<laughs> また、じゃあ、今年もよろしくで。え、ことよろで,でございます。<laughs> はい。<laughs> はい